気をつけるのよ。本気で行くの。よく見てなさい。はい。
これはどうか。面白い相手ね。でも戻れって言われてるから。今日は楽しませてもらったわ。残念だけど、また会いましょう。行くな。この先は危険すぎる。奴がどこに潜んでいるかわからないからな。気をつけろ。見せ場は逃したが、終幕には間に合ったようじゃな。異常者め、何をしたか分かっているのか。異常者だと誰かが選択せねばいかんのじゃよ。世界が滅ぶぞ。いいや、わしは世界を救う。やつを止めろ。裁きの時を待とうぞ。最高傑作だったはずのお前がわしに背くとはな。お前たち全員がそれを望むか。
丈夫？シャーリーは？シャーリー、おい、シャーリー、きっと大丈夫だ。時空エナジーのコントロールがいつ崩れてもおかしくないわ。すぐにここを離れないと。いや、それではダメだ。誰かが終わらせるべきなんだ。あいつを頼む。ジーク、お兄ちゃん、置いていかないで。一人にしないでよ。お兄ちゃん、ねえ、お願い。やっと来たか。シャーリーの意識は？意識は戻ったが、体が衰弱してる。しばらく休養が必要だ。エルリックさんも来てるのよね。ハンナがそう言ってた。ええ、中がどうなってるか考えるだけで恐ろしいよ。きっと大混乱だろうな。それって、おいおい、君も知ってるだろう。フレアと我らがオフィサー殿との関係は。そうでなきゃ俺がなんで外で待ってるんだよ。急いで中に入ろう。これ以上遅れたら取り返しのつかないことになる。エルリック長官、最近ようやく気づいたの。あなたたちに期待したのが花から間違いだったわ。あら、あなただったの。今日は千客万来ね。気がめいらないお客さんは初めてだけど。ああ、うん。話し合いはどう？うまくいったかい？さあ、どう思う？いや、その…助けてあげるのはシャーリーっていう子に免じてよ。あなたたちのためじゃないから。博士、ありがとうございます。いいのよ。ただもう誰にも私と同じ思いをしてほしくないだけ。フランツさん、全員揃ったから、今ある情報をもう一度説明してくれ。じゃあ、ジークが消えた時の時空乱気流から始めよう。特性パラメータを解析したところ、
ジークが別の宇宙に送り込まれてしまったことはほぼ確定だ。基地の宇宙と比較して今回の時空乱気流のスペクトルと最も近いのがベラと呼ばれる宇宙さ。ハガードは3年ほど前に初めてベラの緯度座標を特定した。そしてエクセキューターマークが率いる小隊が調査に向かった。ただ2年前ベラの座標にズレが発生し、その宇宙との連絡は一切なくなった。でも今回の時空乱気流のおかげでベラの位置を再び特定できるかもしれない。フランツさん、お兄ちゃんはそこにいるよね。保証はできないが、その可能性は高い。ベラの位置を再特定して、マーク正体と連絡が取れれば。これについてはクレアちゃん、偉大なるドクター・クレアが力を貸してくれるよ。この分野ではクレアの右に出るもないね。喜ぶのはまだ早い。今は最善を尽くすとしか言えないわ。でも夢を見すぎないでほしいの。最後に待っているのは絶望かもしれないから、どうかお願いします。そしゃ、俺たちの和解と友情の証としてこれから。もう遅いわ。他に用がないのなら先に帰って、何かあったら知らせるから。分かったよ。じゃあ後でね。博士、感謝いたします。金属の拒絶反応はコントロールできるレベルまで減少しているわ。ただメンタルに関してはあれだけのことを経験したんだ。回復には時間が必要よ。心配ならあの子に会っていけば。シャーリー、具合はどう？心配してくれてありがとう。体調はだいぶ良くなったみたい。たまには散歩でもしてみない？ケイトス島を出るってこと？うん、気持ちを整理するにはいいかも。ちょうどどうしようか迷っていたことがあるの。何？この前許しの天使の一人から通信があって、私と話がしたいみたいだった。許しの天使には特殊な電波送受信機能があるの。私たちにだけ聞き取れる周波数を使えば簡単に通信できる。自己暗号化された連絡手段みたいなものね。でもさすがに相手がね。だからまだちょっと安心できない。よかったらあの人たちに会いに行くのに付き合ってくれないかな。わかったわ。どういう意味？2対2だから仲間がいないとダメなの。だから手伝ってよ。連絡ってそんなことだったの？シーアと一緒に遊びたくないの？大丈夫よ、任せて。あなたか。まあいいわ、数さえ揃えば誰でも同じよ。続きましては2対2のメガ闘技戦でございます。この試合の出場者はシーア、そして遅れてやってきた仲間。対するは小悪兄弟のゴードンとバフィー。さあ試合は間もなく開始です。レディーゴー。はい、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 
者決定、シーヤとそのお仲間です。ダダダーン、勝ったわ。お疲れ様。シーヤ、私に連絡をくれた？何の連絡？わかんないわ。あなたが連絡したんじゃないの？シーヤは忙しいの。そんなことしてる暇はないんだから。彼女じゃないと思う。連絡には署名がなかったから、他の人かもしれない。ねえシーヤ、エイジスとフレイヤを知らない？エイジスはどこかに行っちゃった。フレイヤ姉さんも忙しそうだから一人で遊んでるの。でも今日は遊び疲れちゃったからちょっと休むね。今度また遊んで。バイバイ。エイジス様、我々の乾杯です。イロ、誰か来た。面白いものが見れそうだな。エイジス、私を探してたのはあなた。あなたは招待されていませんよ。でも来てしまったからには楽しませてもらいましょう。楽しませる？あなたとは戦ってみたかったんです。自分から訪ねてくるなんて、このチャンス無駄にしません。場所をちょっぴり拝借して実力を出し合ってみませんか？待って、シャーリーの調子がまだ。私なら大丈夫。エイジスの性格だもん。私と戦わないうちは気が済まないんじゃないかな。なかなか話のわかる妹ですね。新入りのあなたとは手合わせしたことがありませんでしたからね。楽しみです。どんな技でも存分に披露してくださいね。退屈なのは嫌なんです。そうそう、別に一緒にかかってきても構いませんよ。見くびらないで、一人で十分。夢の世界、もう一度。
これで満足した？そんな、まだまだ足りませんよ。今度はあなたの体調がいい時に一戦交えましょう。それまで死なないでくださいね。わかった。で、新しい連絡が入ったみたい。オベリスク遺跡に向かえだって。フレイヤかな。ある山頂からはオベリスクが見える。フレイヤはそこにいる。順調に回復しているようだな、ネメシス。単刀直入に言おう。サーガ様からの伝言だ。ん？だってサーガはもう、この後に及んで何か企んでいるとでも言うの？あなたに説明しておかなくてはいけないことがある。我々はあなたの敵でもなければ仇でもない。ただ、人類が直面する危機や将来の懸念を考えれば、貪欲にオムニアムを求めるハガードとは対立せざるを得なかった。今までの悪事をなかったことにはできないわ。モラルや矜持で理想を実現できるわけではない。手段を選んではいられない。そもそも、第三次タイムリバースが成功していれば、この星の傷跡を、すっかり消し去ることができたはずだ。我々による傷か、ハガードによる傷かを問わず。ネメシス、多くのことを思い出したのなら、考えてみてほしい。幼い頃から経験してきた悲劇が、オムニアム悪役の歴史とともに存在しなくなるということ。シャーリー。話はここまでだ。本題に入るとしよう。伝言？アイダの子は、かつて失われた大陸ヴェラを不完全ながら観測した。ヴェラ大陸？ハガードもおそらく、時空乱気流内で再び観測エリアに入ったヴェラに何らかの行動をとっていることだろう。時空乱気流内の他の場所？それって？これをどう解釈して何をするかは、あなたの自由だ。言っておくが、我々と違い、サーガ様はあなたに大きな希望を抱いておられる。頑張ってくれ。私、勇気を出して、すべての現実と向き合いたい。兄さんを取り戻すためには、決心だけじゃなく、やるべきことがたくさんあるよね。どうか、一緒にいてくれないかな。また戻りたいの。ここまででいいよ。え？ここまででいいの？うん。みんなの生活が元通りになって、私、嬉しいな。今度来るときは、兄さんも一緒だといいな。その願いを叶えるために、今やるべきことをはっきりさせなきゃ。今わかってるのは、兄さんは時空乱気流に巻き込まれて行方不明になって、もう長い時間が経っている。その場所がどこかわからないけど、立ち止まってる場合じゃないってことは確かね。自分の手で兄さんを取り戻すために、旅に出たい。もちろんそれだけじゃない。旅をしながら世界を知って、私が許しの天使として生まれ変わった、本当の意味を見つけたいの。ただ、ヴェラに向かうタイミングがいつになるかはわからないけど、この後ハガードで聞いてみないと。小さい頃、兄さんに連れられてここでよく星を見てたの。
ていいの？いろいろありがとう。あなたと一緒にいるととても勇気が湧いてくるの。旅はまだ続くわ。これからもよろしくね。ベラ地区？確かに最近久しぶりにこの区域からの信号を観測した。ベラであれ、このアーシャ大陸であれ、今のところは時空乱気流に押し流されて漂う木の葉のようなものだ。厳密に言えば2枚の木の葉を行き来できる日がいつ訪れるのか我々に決めることはできない。現在ハガードではこの波の動向に注目している。君たちに先遣部隊として調査に向かう意思があるのなら速やかに告知と招集を行おう。技術面での心配はいらない。連絡用アンカーを構築してしまえばいつでも転送ゲートから転送できる。だがピクニックでも観光でもないってことは肝に銘じておいてくれ。2回目のタイムリバースから数十年、離散したエリアの発展と現状は一切明らかになっていない。そのうちの一つと再会できることは実に喜ばしいが、過去に例がない任務になるだろう。私たちならいつでも大丈夫よ。うん、大丈夫。よろしい。君たちの成果に期待している。